こんにちは、オーシャントーク原宿アシスタントの安井正弘です。こんにちは、オーシャントーク原宿アシスタントの田中太陽です。どこ行ったの太陽？あ、ちょっとセンターパートっぽくセーリングしていきます。太陽の長さとしては、下ろすとこんくらい目にかかるぐらいですね。ちょっと邪魔くさいぐらい。まあ、おろしもセットできるけど、多分もう夏なんでね、暑いと思うので、まあ、ちょっと髪の毛長くて邪魔だなっていう人に向けて、まあそうじゃない人でも全然いけるんですけど、まあ上げれセンターパートで今日は太陽スタイリングしていこうかなと思います。お願いします。じゃあ乾かしていきます。はい。でセンターパートで乾かすときなんですけど、まあこう上げる位置があるわけですよ。上げる位置に対してまっすぐ後ろに、真後ろに向かって乾かしてください。ここの縦のラインまっすぐ。でセンターパートにするときって、まあ、大体、まあ、今日の場合でいうと4対6で分けて、こちら6の部分って、まあ、髪の毛がこっちに多く、まあ、集まってるんですけど、まあ、スタイリングするときにこっちに多く溜まっちゃってるとすごい動きが、まあ、出づらかったりするので、ここの横の部分、まあ、この溜まってしまう部分はちょっと、まあ、イメージとしてこう乾かしていくんですけど、ここがすごい溜まりがちなので、ここをまあ後ろにしっかり後ろに逃がしてあげることで、まあ、この辺の動きが出しやすくなるので、乾かすときは、まあ、こっちは溜まってくる方向をしっかり裏に後ろに逃がしてあげるイメージで乾かしてあげてください。ではちょっとワンダムのスリムアイロンを使ってスタイリングします。なんとなくイメージとして、まあ、ちょっとこの長さがあると、まあ意外と長いね、太陽髪の毛が。なんか結構動かし目ってなるとどうしても難しくなってくると思うので、これ割とちょっと細かめに波打ちを入れてスタイリングしようかなと思います。後ろから、まあ、後ろのこの首の付け根ぐらい、まあ、ネープっていうんですけど、まあ、そこ付近は取って、まあ、真下に引くぐらい、軽めの緩い外根を入れるぐらいで散らしてあげる。見えるかな。まあこんな感じ、まあ、しっかり散らしてあげることで、まあ、ぼやけてくれるので、まあ基本的にアイロン入れたら散らして集まるまでいろんな方向に気を向けてあげるイメージ。まあその上の、まあ、ちょっと重く溜まってくるあたりらへんから、まあ、波打ちを入れていってあげます。なんでもらったの？いや、太陽には見えてないけど島さんが後ろから顔出しよってくる。まあね、太陽とかもそうなんですけど、まあ、ここの位置、まあ、大体、まあ、人の毛ってまあそれぞれ生え癖があったりするんですけど、まあ、こうやってまあ抑えたいところではあるんですけど、まあ、こうボリュームがどうしてもね生え癖として出るようにまあ、なってるので、まあ、そこを、まあ、潰したいところっていう部分は最初の波打ちを根元に、まあ、外羽を入れるぐらいのイメージで根元潰しながらこう下にグッて入れてあげてください。ドキです。名前は言わないスタイルね。名前は宮崎春です。寂しいやん、一人入ってないと。原宿天童期3人になってしまいました。ついに
半分になったね、やめたわけではないんですけどね、みんな店舗移動とかで離れ離れになっちゃいましたね。まあこんな感じで頑張ってます僕は基本的に緩めの波打ち入れるんですけど、もし大きめに入れたい方は1回目のこれを下に入れて、まあここの手首を返す回数をまあ減らしてあげたら大きい波打ちを作ることもできるので、まあそこは自分の好みに合わせてやっちゃっていいのかなと思います。まあこれを全体後ろやっていきます。後ろが終わりました。まあこんな感じです。まあ緩めの波打ちで全体イメージしてこんな感じ、あんまり目で見てわかんないけど、ゆるい波打ちが細かく分けていっぱい入ってます。次横アウトラインですね。またいや、その辺で横の毛は短いので、また外羽を入れて散らす。で、前に持ってくる外羽と後ろに持ってくる外羽をまあ使い分けてあげるとアウトラインは作りやすいかなと思います。ここをまあワンパネルあったとして、そこをまあとりあえず外羽させて散らして、その中で前に持ってくるやつと後ろに持ってくるやつを分けて作る。まあその上から太陽の場合はそういう長い毛が降りてくるので、そしたらもうまた波打ち開始って感じです。ヤスに初めてセットされるような、確かに、まあ、入社してこんだけ経って確かにな、同期にセットされたことない。で、まあここ一番上のところをアイロン入れるポイントとして、まあ、一番上、まあ、この、まあ、分けてる部分があるんですけど、センターパートのこの分けてる部分がぺったんこになってるとものすごくダサいので、まあ、そこにボリュームが出るようにこの分け目の付近は基本的に全部内巻きにグイって入れてスタートしてあげてください。重要なのがアイロンをグイって入れたら、そこのところをこうやって指で支えてあげることが大事です。そのままアイロンを下に引っ張りながら通しちゃうと、まあ、せっかく出したボリュームがこう伸びちゃいがちなので、アイロンを入れたらもうそこは指で支えてあげて下まで通して、ちょっと冷めたら下ろしてあげるといいです。ボリュームが出やすくなります。で、次この横の部分ですね。ここのアウトラインの次こっちに一つずれてやるんですけど、まあ、ここは、まあ、きっとどうしたらいいのか分かんない人が多いと思います。なので僕はここは、まあ、スタイリングするときは基本的に内外内外ランダムで、まあ、いろんな方向に入れて、まあ、無造作っぽくなるようにアイロンを通してます。まあ、その上からランダムに波打ちを、で、まあ、こう横に挟んで波打ちしてても、まあ、ちょっと面白くないんで、僕は時々縦に挟んで波を打っていく場合があります。まあ、だから僕気分で変えちゃうんですけどね。まあ、また別の縦に挟んであげる波打ちをすることで、まあ、そことの差が生まれてくれるので、まあ、それだけで立体感が出てくれたり、ちょっと動きとして目立ってくれるので僕はよく作ってあげてます。安井君と仲良しです。僕と太陽はね、家が近いんで、
よく営業終わりにご飯行ってます。ワンツーチーっていうねお店があるんですけど、お店そこちょっと調べてみてください。ちょっと落ち着いたらまた一緒に行きたいよね。確かにワンツーチーはねチャーハンが美味しいんですね。2人でチャーシュー食べて、チャーシューチャーハン2人でね大盛り食べて苦しいみたいな。アイロンこんな感じ、ちょっと近く寄ってざっとね、もう本当に細かく僕は波打ち入れるタイプなのでめちゃめちゃ細かめに入れてます。かつめっちゃゆるく入れてます。まあ、今日ワックスは何を使おうか、まあ、めちゃめちゃ迷ってるんですけど、まあ、ベースとしてはこいつはもう必須になってくるかなと。まあ、この2つでね迷ってるんですけど、エアーかシャインオーバーかで皆さん当ててください。何使ったか皆さんには内緒です。問うスタイルね。で最初こんくらいの量、ビデオカメラのこの枠1個分これ再生のボタン、そうこのな1個分どうなんやろな、全然わからんと思う。先に全体になじませます。まあ、基本的につけるのは後ろから、理由としては後ろの毛が多いから。でまあよく根元に、そこ根元につけても大丈夫なんですかみたいなことを聞かれたりするんですけど、まあ、根元につける、まあ、理由ってまあいくつかあるんですけど、根元にワックスをつけてあげることで、そのワックスの力でどうしても浮き癖とかある人とかはそうだと思うんですけど、根元が浮いて潰れてくれないみたいなのを、まあ、ここで分かりやすく言ったら、じゃあここは例えば根元めっちゃガッてつけてワックスピランやったら、その力でまあ収まってくれるんですよ、潰れてくれるんですよ。ああってことです。ああ、よく多いのがお土産につけ忘れる方と、この首周り、首周り、耳周り、耳周り、ちょっと前に出る、まあ、ここのもみあげとここの、まあ、襟足ら辺まで含めてこの辺をつけ忘れる方が多いので、まあ、そこも忘れないようにしっかりなじませてあげてください。まあ、この辺も全体ねぐしゃぐしゃっとしっかりもみ込みと、まあ、なじませが重要なので、最初のワックスの段階しっかりついてないとこがないように、ついてないとこがあるとそれ触るだけで結構わかるので、そのムラがないように全体にバーッとつけてあげてください。散らしていきます。散らすときにワックスを足して散らしますよ。さあどちらでしょうか。まあ、ちょっと当ててくださいね。そっちね。そうですね、こっちで。そっちか。まあ、さっきここのね再生ボタンの分ぐらいつけたんですけど、まあ、それより少ないぐらい、半分ぐらいかな。で散らしていきます。ちなみにみんなには見えんけどね、ここのっつったって見えんけど、ね、ないから。そうです。まあご自身の携帯一度開いていただいて、カメラモード、動画のモードにしたときにここに出てくるので、そんくらいです。長さによって変えるんですけど、まあ、大体イメージ、この太陽の長さのイメージでつけてあげてください。でもあとは散らしていきます。やっぱ特徴を説明しないので何使ったか言いますね。シャインオーバーで散らしてるんですけど、まあシャインオーバーってまあツヤ系のワックス、まあ、ツヤが出るワックスなので、そのツヤ系のワックスに関してはついてるとことついてないとこ、まあ、さっきもワックスのなじませるときに言ったんですけど、そのツヤがある部分
ない部分ですごい差が出ちゃうので、まあ、そうならないようにしっかり全体から全体になじませてつけちゃって大丈夫です。でもあとは細かく分けてひたすら散らしていきます。僕は太田チームを卒業しまして、現在はねチームにつくことなくいろんなチームを歩き回っている所存でございます。お手伝いしてもらって、でも基本的にね西名さんチームを見てる感じにはなってますね。また来たん。シェインオーバークレイシェイン、クレイシェイン、こんな感じですね。まあ、この太陽ぐらいの長さがあれば、まあ、どんな髪型にも割と幅広めのアレンジができると思うので、今日はちょっとおでこ出し気味で、まあ、後ろに流すリバース気味のスタイリングをしたんですけど、まあ、またねそれが顔周りの毛がこう内側に入ってくる、まあ、ちょっとコンババング風にもいろいろアレンジは可能なので、まあ、長くていろいろ楽しみたい方は、まあ、こういう揚げでもいろんな種類で揚げがあったり、まあ、そのワックスの質感でも今日はツヤ系でいったんですけど、まあ、割とまたバサッと目でしてもまた同じ髪型でも印象が違うと思うので、いろいろ試してみてはいかがでしょうか。また何かわからないことがあったら、まあ、僕も太陽もねインスタをやってるので、またアカウントマップこの辺に、まあ、どこかに貼っておくので、ぜひフォローしていただいて、まあ、そこから DM 等で気軽に質問していただければなと思いますので、お待ちします。宮沢くんもじゃ最後手でインスタのやつを載せてもらいましょう。あ、2年目3人原宿店でやっておりますので、ぜひフォロー急に来てインスタの紹介だけしてもらって、ヤスにここに出してもらって、みんなチームごとスタイリング等も入らせていただいているので、ぜひセット指名等も、まあ、お気軽に、まあ、みんな話しやすいし面白いし面白いなんでぜひね DM 送っていただいて、まあ、もしかしたらその当日、まあ、指名についての質問でよくあるんですけど、まあその場合によっては指名いただいても、もしかしたら他のスタンドがさせていただく場合がございますので、そちらはご了承いただいて、まあ、でもできる限り、まあ、させていただくので、ぜひ DM をお待ちしております。ではこの動画が良かったと思った方はグッドボタンとね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。何で光るがっていう最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。